エビ飯とは、ご飯にエビなどの具を入れて油炒めし、ソース風味に仕上げた料理で、チャーハンの一種である。岡山県近辺で食されており、特に岡山市の郷土料理として有名である。なお、他府県にある同盟のちらし寿司の一種とは異なるもので、ある。ルーツは、東京都渋谷区宮下のカレー店、インデイラのメニューを、岡山県出身の店員。 デイトール会士が、のれんわけの形で許可を得て故郷に持ち帰りアレンジを、加え、岡山市法官町にて開店した、自身の店で提供したところ市の中心市街地を中心に人気となり、同市街地で喫茶店等で提供する店が出始めた。後に、岡山県内でローカルチェーン店化し、県全域にてヒットし、多くの県民が知る人気料理となった。 なお現在岡山県内では、岡山市中心部の他に、局地的にエビ飯を食する地域が点在するが、存在を認知しない地域もある。基本的には、ピラフの一種で、具にエビを用いたものを、ドミグラスソースとケチャップ、カラメルソースなどをベースにしたエビ飯ソースを絡めて、黒かし食に仕立てたものである。付け合わせとして、金止卵を上に乗せて、 キャベツの千切りを添えるのが一般的である。ハンバーグやシーフードのフライを添えたり、オムライスに仕立てたり、店によって様々なバリエーションが存在する。エビ飯ソースは店それぞれの秘伝であり、様々な隠し味を加えているということだが、近年は家庭で手軽に作れるソースや冷凍食品なども製品化されている。株式会社員でイラがチェーン展開するエビ飯専門店。 エビ飯シ屋のほか、岡山市中心部では、喫茶店や洋食店、大衆食堂でも味わうことができる。また、珍しいところでは、ラーメン店や和食店、鉄板焼き店のほか、県内の一部のスーパーにて総菜として販売されている例もある。再生時は、渋谷道玄坂、有楽町、学芸大学などにフランチャイズを展開したが、最終的には、 渋谷道玄坂を残すのみとなった。直営店は、光屋建設により、大田区千鳥町に移転後、2016年に閉店し、元祖院でイラは消滅した。閉鎖した、ホームページには、岡山院でイラが元祖を名乗り、エビ飯が岡山の名物とされていることに対する批判と抗議が書かれていた。 http コロンスラッシュスラッシュ gtnews.jp スラッシュアーカイブズスラッシュ24878元素消滅後も渋谷道玄坂はフランチャイズから独立して存続している一方で岡山インデイラは店名としてのインデイラは鳥屋目、エビメシアを展開しているなお岡山市倉谷にあったインデイラ岡山県新見市と真庭市に存続しているインデイラは 岡山院でいらとは、無関係。また、愛媛県松山市にものれんわけ店が存続している。FM 岡山、ドリームトーク2008年11月28日放送分より、岡山への移入について解説する、渋谷とっておきの記事。ありがとうございます。